お隣の天使様10話のレビューします。まあ、今回明らかになったのは、まあ、天音の悲しき過去ですね。まあ、中学時代シュートさんが、まあ、結構裕福だったから、まあ、そこら辺でより集まってくる連中が金づるとしか見てない連中でしたと。ここで天音の悲しき過去を聞いて切れてる真昼の声質が、まあ、本当に天聖王女の嫁のユフィリアさんを思い出しますね。うん、やっぱ岩見真奈さんはすごい、なんかユフィリアと真昼ですごいいいキャラしてるなってちょっと今期思います、やっぱり。はい。で、まあこの天音の悲しき過去を踏まえた上で、まあ今回、まあ、いつもの二人に合わせて、まあ伊月と千歳のカップルと、まあ門脇くんと、まあ5人で勉強会する会っていいなと思いました。まあなんだかんだ伊月や門脇くんのこと、友達だと、まあ天音もすごく思ってるんですよね。まあ千歳にはちょっと苦手意識が天音あるけど、まあでも真昼や伊月が仲良くしてるんだから、そこでまあいいやつだろうって思ってるらしいから。そして天音がエロい夢見るんですよね。うん、これがいいよね。天音は性欲あるのがいいよね。で、真昼に夢で襲われるシーンが完全にあの街角魔族で見た展開ですね。3期でやりますよ。千代田桃もあいつ結構シャミ子のこと大事に思うから、なんかどんどんへたれていきますからね。うん、やはり、ま、天音は千代田桃とカフ千乃ちゃんを足して2で割った男だと思います。うん、千乃ちゃんの天音の要素、岩見真中キャラと仲良いつながるしかないですよ。インカレッジフィルムさん、ごちうさ4期まだですかね。うん。あ、ちなみに暗黒兵士の方は結構いいですよ。エンカルチフィルムさん。あっちはあっちでなんだかんだ人間と魔族の共存絡みで結構やってるからね。まあ、とりあえずこうネタバレしていくんですけど、まあ、2期の話なんだけど、こう、天音のなんか昔色々とあった連中に関しては、まあ、今度実家に帰って、なんか真昼を、一緒にいるところをちょっと見られるんだけど、まあ、お前らのおかげで可愛い彼女もできたし、友達もできたよ。じゃあなって、縁を切る話があるんだけど、まあそこら辺2期やったら見たいですね。はい。真昼も彼女ずらすらしいね、その時。もう一つ、天音が、真昼に、なんかちょっと手出さない理由は、やっぱ高校生だからなんですよね。うん、まあ高校時代で、なんかちょっと、間違って子供できちゃったことを考えると怖いだってのはあると思います。まあその時当人が真昼がなんかちょっと子供できちゃったら、それでなんか心ない連中が真昼にひどいこと言うかもしれないし、まあ経済的にもやっぱ両親に甘えるしかなくなっちゃうし、あとまあ真昼の過去聞いてると、もともとできちゃった子でできたせいでもう悲しいことになっちゃったから、まあそこら辺ちゃんと結婚するまで我慢するっていうことで、まあ最新までやってるので、まあそこら辺の言い訳するところも2期でやってほしいですね。まあ、今回は天音がめちゃくちゃ掘り下げられてて良かったんじゃないかなと思います。まあ、なんか、西方くんがやってたのを見たけど、なんか筋トレ始めたり、勉強頑張ってたりして、まあ頑張ってますと。これでバディダディズの、なんか石油王に負けないで済みますね、海外人気で。石油王に負けたら実質岩見真中に負けた男になっちゃいますよ。まあまあ天音だからいいか。ということで、次回はタイトル回収会ですよ。総集編なのか最終話なのか、まあ、大体最終話っぽいですけどね、これ。うん。まあ、今回の、本当真昼めちゃくちゃ良かったですね。こう、誘惑してくるところとか。ただ、ま、やるところは分かってるので、応援するだけです。はい。まあ、最後の方だからちょっとだけ言っときますけど、うん。プロジェクトナンバーナインさんの作がどうかって話なんだけど、やっぱ、まあ、正直規模的な問題で、こう、コロナに結構ダメージ食らってんなってのもあると思うんですよ。うん、ただ、まあ、落とさなきゃいいんじゃないかなっていうのは、まあ、今後だって思います。まあ、その方向でやってるだろうし、まあ、この辺はっきり言っちゃえば、そう、いや、みんな知ってて当然だと思うんですけど、ゼロGさん、レイデュースさんほどの安定感はないと思うし、そりゃまあ、氷属性男子や、ともちゃんは女の子の方が、まあ、その辺の強いスタジオ、まあ、今期のアニメ見てたらわかるはずの強いスタジオみたいなものを、ちょっと期待するのはちょっときついかなっていうのは正直あります。ここで言うのもなんだけど、氷属性男子とともちゃんめちゃくちゃ作画安定してますからね。うん。やや少女漫画チックなだけで。まあ、特に、ともちゃんは女の子の最終決戦に関しては、まあ、これはこれで本当にレイデューさんがどんだけ主力尽くせるのか楽しみですよ。まあでもプロジェクトナンバーナインさんはプロジェクトナンバーナインさんなんて頑張ってると思うんですよね。うん、まあそれこそ A1 ピクチャーズさんやクローバーワークスさんみたいに。まあ東宝としてもなんかプロジェクトナンバーナインさんは頑張ってるっていうか、まあスタジオバインドさんみたいなものは求めてないんじゃないかなと思います。うん。いやまあスタジオバインドさんめちゃくちゃ安定してるし、ほんといいアニメ作ってくれるんだけど、まあそれに無色転生もラブコメですけど。まあでもスタジオバインドさんやゼロGさん、レイデュースさんには、まあそれなりの
強みがあるけど、プロジェクトナンバーナインさんにはない、しかない強みもあるはずなんですよ。それは友崎くんからまあ鍛えてきたものだから。まあ、こう、落とさないことを徹底してるっていうだけで、もうそれはそれでもう僕としては応援したい気持ちでありますね。うん。ゼロ G さん、それこそのんびり農家や、氷属性男子のゼロ G さんや、トムちゃんやは女の子のレイデュースさんは、本当にすごい会社だと思うんだけど、てかみんなも思うよね。うん。見てるよね。うん。でも、僕は、プロジェクトナンバーナインさんや、まあ、延期しちゃったパインジャムさんとかも応援したいなって思うし、まあ、なんかそれぞれの方向性が、なんか乗り切ってほしいなと思います。はい。でも、プロジェクトナンバーナインさんの次回作である、引きこもりは、まあ、なんとか安定してほしいですね。持ち直してほしいです。はい。ということで、まあ、次回最終話なのかな、うん、わかんないけど、まあ、とりあえず、アマネが、まひると二人で、なんか幸せになることを祈ります。以上です。